ドミアさんこんにちは、海イ,イです。PS5 で 4K120fps の VRR を体験してみたいけど、どのモニターを買えばいいのかわからないという方、かなりいらっしゃるんじゃないかと思います。自分自身も今の VRR 対応モニターを購入した時は、かなり選び抜くのに時間がかかってしまいました。皆さんが同じ目に合う必要がないように、ここに現在日本の Amazon で購入できるモニターとテレビの中で HDMI2.1VRR に対応したもの。 をまとめておきました。自分のニーズに合ったものをしっかりと選び抜きたい場合は、このリスト全体から選ぶこともできますし、あまり悩まずに購入したい場合は、コスパなどのカテゴリーに分けて、自分のおすすめも紹介していく予定なので、ご安心ください。それと、1080p 240fps で VRR 対応みたいなものもありますけども、PS5 は 120fps までしか出せないので、HDMI2.1 準拠の 4K120fps、 これに絞って見ていく予定です。まずはテレビの方から入っていきましょう。ブランドごとに紹介していきます。紹介していく値段は55インチ基準で、55インチのものがなかった場合は値段に加えてサイズも記載していく予定です。まず一つ目。LG のブランドになりますけども、まずは LG の B1 シリーズ。こちらは u k e l で14万円ほどという風になっております。続いては LG の BX シリーズ。こちらも u k e l で、小さいサイズがなくて、最低でも65インチという風になっているんですけども、19万5千円スタートという風になっております。まあ、サイズがでかい分ちょっと値段が上がっておりますね。続いては LG の C1 シリーズ。こちらも UKE-EL で16万円という風になっております。 で、LG の G1 シリーズ。こちらも有機 EL で23万円。めちゃくちゃ高くなっております。これについてはパネルタイプの違いがあります。有、え、機、ー、EL は有機 EL でもちょっと違う有機 EL を使ってて、それで画質が良くなっているというふうな話です。これはまた後ほど詳細には入っていきます。続いては LG のナノ90シリーズ。こちらは UKL ではなく液晶というふうになっております液晶の中でも IPS パネルでこちらは11万円というふうになっておりますちょっと注意事項があってこのパネルで VRR を利用するためには設定画面のインスタントゲームレスポンスっていう機能をつける必要があるみたいです続いてはソニーのテレビ見ていきましょうソニーで対応している テレビっていうのは5つありまして、まずは A80J シリーズ。こちらは u k e l で21万円。で、追加機能として、まあ、ブラビアのラインナップになっておりますので、PS5 との連動機能が追加されております。続いては A90J。こちらも u k e l で27万円からのスタートというふうになっております。こちらはなぜか PS5 との連動機能はついておりません。 続いて X85J シリーズ。こちらは UKL ではなく液晶のパネルで、えー、VA もしくは IPS パネルがサイズによって使用されているみたいサイズによってね、えー、VA パネルか IPS パネルか違うみたいで、12万円スタートというふうになっております。まあ、このリストで一番安いモニターというふうにもなっておりますが、P5 との連動機能は追加されておりません。 続いて X90J ですけどもこちらも液晶で VA パネルというふうになっております16万円スタートで PS5 との連動機能があります VRR を使用するときはローカルディミングが切れてしまうことにご注意くださいローカルディミングは液晶パネルでより暗い部分のコントラストを良くするための機能ですけども UKL だとそれがなくてもコントラストは得られますが液晶のパネルの場合はローカルディミングが必要になってくるという話ですが VRR とローカルディミングは同時には使えないというふうなことですで最後に X95J のテレビというふうになっておりますこちらも同じく VA パネルの液晶で30万円スタートというふうに なっておりますが55インチではなく65インチなんでそのサイズの分値段が高くなっているというふうなことでもありますこちらは PS5 との連動機能は追加されております同じく VRR 使用時にはローカルリィミングが切れてしまうことにご注意ください本来は対応したブランドはもっとたくさんあるんですけども日本の Amazon を検索すると途端に対応したテレビが減ります特に例えばサムスンとかが使ってるえ作ってるテレビっていうのは結構対応したものがあるんですけども なんか日本で、日本だと売ってないみたいです。サムスンのテレビはあんまり。なので、LG とソニーだけにはなってしまいました。おそらくは他国向けに中南なしのものと、日本向けに中南ありのものっていうのを分けて作る余裕がないんじゃないかと思います。今時 Wi-Fi とかテレビの外付け HDMI 機器で信号が受信できないのはちょっと変な話だとは思うんですけど、まあここでしてもしょうがない話なんで、えー、進んでいきましょう。 続いてはモニターの方になっております。こちらもブランドごとに、で、サイズについては27兼28インチを基準にして値段を記載していきます。Amazon で検索するとかなりの数の HDMI2.1 対応で PS5 対応を歌っている製品が見つかりますが、このリストで紹介する製品をすべて購入して検証するのはちょっと現実的には不可能である以上、ここで紹介するのはある程度信頼できるソースから確認が取れたもののみというふうになっております。 もしこれ対応してるだろっていうモニターで紹介してないものがあればそういうことですとかご了承くださいじゃあまず一つ Asus のものになっておりますがこちらはタフゲーミング VG28UQL1A <laughs> というふうになっておりますこちらは液晶パネルで9万円、えー、液晶のタイプは IPS パネルというふうになっております続いてベンューのモビウズ EX2710EU という風になっております。こちらもえ液晶の IPS パネルで12万円という風になっております。同じく、ューのモニターがありまして、こちらも、モビウズし、も、もモビウズ EX3210 の U という風になっております。こちらも IPS パネルで14万円という風になっておりますが、サイズが31.5インチで少し大きめなのに加えて、えー、IPS だけではなく、そ,のそこにクアンタムドット、えー、量子ドットを活用することで画質を向上させているという風なことになっております。続いてのブランドがギガバイトギガバイトが一番多いですね。HDMI2.1 の VRR 対応は。まずは一つ。AORAS。え、AORAS?AORAS の FV。 U ですね、こちらも先ほどと同じく液晶で IPS プラスクワンタムドットを使っているもので18万円というふうになっておりますが先ほどと比べてかなり大きい43インチまあ小型のテレビですねのサイズになっておりますで続いてがエオラス f o 4 8 u ですね有機 EL というふうになっております有機 EL で18万円48インチ めちゃくちゃでかいですね。43どころじゃなくて48インチというふうになっております。唯一、ゲーミングモニター、もうモニターっていうかテレビですけども、唯一このリストに登場するゲーミングモニターの中で、有機 EL 対応、対応っていうか有機 EL パネルというふうになっております。続いて、エ r ラス FI32U というふうになっております。こちらも液晶の IPS パネルで14万5000円スタートというふうになっておりますが、こちらは32インチサイズというふうになっております。 ギガバイトの最後のやつが a o r u s m 2 8 u で液晶の IPS パネル95000円というふうになっております。続いてのブランドは LG ですね。LG のウルトラギア 27GP950-B、はあはあ。こちらは液晶でナノ IPS パネルを使用しているものというふうになっております。125000円です。 最後に MSI の o p t i クス m p g 3 2 1 u r q d という風になっております。液晶で IPS パネルにクアンタムドットレイヤーを使っているもので16万円という風になっておりますがサイズが32インチという風になっております。モニターの製造側にはちょっとテレビのネーミングを 見習って欲しいですねとにかくモニターについてはねいろいろなゲーミングブランドが日本に進出してきているのでかなり幅広いラインナップになっておりますモニターにはチューナーをつけなくてもいいのもより幅広いブランドが製品を出しているのにつながっているはずです では、ここからそれぞれのカテゴリーでおすすめのテレビ、モニターっていうのを紹介していきます。もしこのリストの中で買いたいものがあれば、下におすすめのものをリンクしておきますので、ぜひそこから飛んでいってください。チャンネルにキックバックが入るリンクですので、そこから購入すると、このチャンネルの支えになります。ありがとうございます。では、まずテレビからコスパの部門でいくと、 LG の B1 シリーズこちらが一番いいんじゃないかと思います理由としては UKEL のテレビを最安値で購入できるという点ですこのリストで一番安いテレビと比べてそこまで高くない値段に加えて UKEL のさまざまなメリットが得られます高いコントラスト色の再現性視野角の広さであとはゲーミングに有利な機能として UKEL はピクセル反応速度が速いという点も挙げられます 続いて機能性の豊富さという点においてはソニーの A80J か X90J のどちらかだと思いますこの2つはすべてが PS5 との連動機能を備えているのでまあ両方とも PS5 との連動機能を備えているので HDR トーンマッピングなどの特殊機能が PS5 上で利用できるようになるっていう風なメリットがありますじゃあこの2つの中でどちらが一番いいのかという話ですがこれはユーザーのニーズで変わってきてしまうのでちょっと説明しますね とにかく安いものが欲しい場合は X90J の方。液晶の VA パネルが欲しくない場合は A80J を選べばいいと思います。というのも VA パネルは特に液晶の中でも視聴する時の角度が悪いと色が悪くなってしまうという特性が強いです。家で一人で見たり少人数で眺める場合は問題があまりないにしろ横長のソファーがあったり広い部屋に置いたりする場合は端っこの方で見ている人にとってはかなり悪い映像体験になってしまいます。 一応この VA パネルの デメリットを解消する機能が X90J のワンランク上である X95J には搭載されているんですけども追加のお金を払ってそれを購入するぐらいなら有機 EL である A80J を購入するのがいいというのが自分の意見です続いて画質部門こちらは値段なんて気にしないとにかく一番いいのをくれっていうやつですねこれについては LG の G1 もしくはソニーの A90J のどちらかになっております圧倒的な画質が欲しい場合は LG の G1 パネルを おすすすめしますこのパネルは LG の新技術であるオーレッド EVO というものを使っていてより良い HDR 体験を提供できるとのことですただしパネルサイズが65インチ止まりなので大画面が欲しいっていう場合はソニーの A90J が83インチの製品が存在します 続いてはモニター部門での、えー、おすすめ製品ですけども、まずコスパから行きましょう。コスパにおいては AS、Asus のタフ VG28U9L1A、もしくはギガバイトの Aorus M28U。ギガバイトのモニターの名前はそこまで悪くないですね、えー。こちらのどっちかをおすすめします。他の製品が基本的に十数万円する中で、9万円台に乗せることができたのはこの2製品だけです。 一応値段を見れば Asus のものの方が5000円安いのでそちらがコスパ最強にはなるんですけども違いがたったの5000円なのと将来的に値段が下がってきた時にどちらがより多くディスカウントされるかがわからないのでここでは両方とも紹介しておきますあとは Asus の方が少し安いながらもギガバイトの M28 八 U については自分自身が購入していて製品のクオリティを自分自身自信を持ってね保証できるっていうのもあります続いて デスクに収まる感じの大画面が欲しい場合これについては、勉強のムビューズ <laughs>。普通に言おうか。なんかメ,メビューズって読むらしい、まあ、とにかく EX3210U がおすすめです。32インチっていうのは、 大画面だけど、これ以上大きくすると、もはやテレビだよねっていう風なサイズ、そのギリギリを攻めてると思います。このサイズだと、3つの製品がこのリストに存在するんですけども、安めの価格帯と高いパネル品質を両立できていたのが、このモニターです。IPS パネルなのに加えて、クアンタムドットも利用しております。おそらく MSI の32インチと同じパネルを仕入れてるんじゃないかと思うんですけども、そのモニターと比べてこっちは15000円ほど安いです。 一応ギガバイトの Fi32U がそこからさらに5000円削ることができているんですけどもその過程で HDR600 対応から HDR400 対応に下がってしまうのとパネルがクアンタムドット対応しなくなってしまいますプラス5000円でより良い HDR 体験っていうのはありなんじゃないかと思います最後にモニターの画質についてですこちらについてはまあ相変わらず一番いいやつを値段を気にせずに買いたい場合ですけども 結構複雑です一応モニターでおすすめするならば g ガバイ b のエオラス f o 4 8 u 一択だと思いますこんなリストのモニターの中で唯一の UKL 加えて48インチの大画面 HDR1000 対応文句なしで一番の画質を叩き出してくれるはずですが この18万円という価格帯にもなってくるとテレビの購入も視野に入れるべきです。14万円で55インチの LGB1 が購入できる。55インチが大きすぎるなら48インチ同じサイズの LGC1 が同じ価格帯で購入できます。そういう状況であえてこの FO48U を購入しようと思うシナリオはかなり限定的だと思います。自分が考えることのできるシナリオは2つ。 1>, 1、ん ?2 つじゃねえ。3つだ。3つあります。1つ目、ちゃんとした HDR 認可が欲しい場合。FO48U はディスプレイ HDR1000、まあ、ですね。の認可を得ていますが、LG-C1 にはそのような認可の記載が見当たりません。 認可を取得していなくてもちゃんと対応しているっていう状況かもしれませんが一応ちゃんと認可を取得している以上 FO48U の方がその分については安心感があります二つ目ゲーミングモニターの独自の機能が欲しい場合 FO48U にはテレビには搭載されていないような機能がいくつかついております例えば USB 接続したマシンから利用できる KVM であるとか PC, を PC への接続をしやすくなるようなディスプレイポート の搭載であるとか PC への USB パススルー機能そういったものが挙げられます三つ目は NHK ですゲーミングモニターにはチューナーが付いていないので NHK が NHK しに来る心配もありません そんな感じ。これらの機能のいずれかが欲しい場合はテレビではなく大画面の FO0、FO48U を購入するのは全然ありじゃないかと思います。以上おすすめの 4K120fps HDMI 2.1対応おすすめテレビとモニターたちでした。繰り返し言いますがこの中でおすすめの製品のリンクは下の 動画説明欄に置いておきますこのチャンネルのサポートになるので気になったものがあればぜひそちらから飛んでください。ここに VRR の説明と VRR のメリットそれぞれについて解説した動画を表示しております。ぜひ気になる方をクリックしちゃってください。ではチャンネル登録、高評価よろしくお願いしますといったところでご視聴ありがとうございました。バイバイ。